黒岩信忠は日本の政治家、群馬県草津町長、群馬県妻郡草津町生まれ、1963年草津町立草津中学校を卒業、電気工を経て燃料販売会社を起業。1983年草津町議会議員に当選、2010年草津町長に当選、 草津温泉の改革や草津、白根山噴火対応などで注目されている。2019年11月に発行された電子書籍、草津温泉漆黒の闇の中で、草津町議会議員の荒井翔子が2015年1月8日に町長室で黒岩町長から肉体関係を強要されたという趣旨の主張を行った。荒井は11月29日の記者会見においても、 電子書籍の内容にそう主張を行った。これら電子書籍の記述や記者会見における新井の発言を受けて、黒岩はすべて嘘であり、自分は潔白であるという趣旨の反論を行い、名誉毀損罪の容疑で新井を刑事告訴した。なお、新井は2019年12月2日の草津町議会本会議において、 疑案になっていないにもかかわらず上述した電子書籍の内容に言及したため、議会の秘密を傷つけたとして、除名処分を可決され、町議会議員を失職した。同年12月9日、荒井は処分取り消しを求める新決申請書を山本和太、群馬県知事宛に提出した。2020年8月6日、群馬県は荒井の除名処分を取り消す新決をした。 取り消しを不服とする町議らが、荒井の解職請求のための住民投票に必要な、選挙人名簿登録者数の3分の1を超える署名を町選管に提出。12月6日に住民投票が実施され、賛成が有効投票の過半数となり、新井は再び失職した。ありがとうございます。